はい、じゃあいきます。じゃあこっちから聞いていくね。じゃあ最初にじゃあ名前を教えてください。あっちです。ふなめろです。くろみぽです。あやたぬきです。はい、ちなみに年は何歳ですか？19歳です。出社後入して20ですね。出社後入して19ぐらいですかね。はい、二十歳になりたくない19歳です。はい、ちなみに今日はどこから来ましたか？福岡です。福岡です。大阪です。岡山です。おー、遠征組ですね。ちなみに皆さんギャルになって何年ぐらいですか？化粧しだしてからですか？適当でいいですけど、まあ、いわゆるギャルに目覚めてから、2年ぐらいです。はい、6年ぐらい。9年です。9年、すごいな。多分 4、5 年です。はい、ちなみになんか憧れてるモデルとかなんか好きな人とかいますか？みぽち。はい、特にいない。おらんのだって。ゲンハコちゃんと浜崎あゆみが大好き。あ、ゲンハコちゃん。だいぶ違うけどね、ゲンハとあゆみ。はい、まあいいや。じゃあ今日はこの後撮影あるってことで今日のファッションチェックです。今日のポイントを教えてください。適当。適当。はい。ないですね。え？ない。ないんかい。はい。ライフスタイル。ん？ん？もう一回もう一回。黒ミポスタイル。あ。はい。黒と金と黄緑のゼブラ。そのまんまじゃないですか。ほぼそれじゃないですか。OK です。ありがとうございます。じゃあちょっとこれからなんかブラックダイヤモンドでこういう風にしてみたいとかなんかやりたいこととか意気込みとか教えてください。何でもいいんで。テレビ出たいです。お、いいですね。歌いたい。あ、そうなんだ。歌いたい。はい。世界制覇したい。できると思います。OK。じゃあなんか最後に、みたいななんかちょっと面白い感じで。オッケー。はい、じゃあお願いします。せーの、